柳沢元生は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。足利将軍家、豊富や、毛都市への家臣。義定は共演耳。天文5年、柳原新江門の子として誕生した。京都の区下、藤原北家の分流柳原家の出身で、父の新江門と同じく十二代将軍、足利義春、十三代義輝、十五代義明に、 渡って仕えた。柳原から柳沢に名字を変えたのは、吉輝の命だったとされる。また、武芸のたしなみもあり、永禄十二年に本国寺で三好三人衆の襲撃を受けた際には奮戦して、吉明を守った。天正元年に、吉明が織田信長との対立によって、京都から追放されると、現世は、上野秀政牧東、秋光、 武田貞景、六須藤隆氏らと共に従い、貧乏国友へと移り友城に入城して、毛利輝元の庇護を受けた。そして、吉明への庇護と引き換えに、毛利氏に出資し、天正五年うるう七月八日には、須王国吉時期、軍白松省の北方二百国、吉木軍五合利のうち二百国の合計三百国を、輝元から与えられた。また、 足利将軍家の家臣としての立場を利用し、吉明の使者として、天正十二年には、非全国の竜像寺政や、翌十三年には、薩摩国の島津義久との交渉にも当たっている。天正十五年十二月二十一日、照本から須尾国吉時期、軍与田のうちの十二国余りと、伊島のうちの他五段四国を旧地として与えられた。 天正20年から始まる豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、秀吉の家臣に抜擢され、豊臣氏の家臣として、ビンゴや出雲国に所領を与えられ、一万国の所領を得た。文禄二年に、秀吉から豊臣政を貸しされ、同年10月2日には、15位した、剣持に助任された。また、秀吉の命により、岩見銀山の鉱山奉行も務めている。 慶長三年に、秀吉が死去した後は、再び、毛利氏の家臣に復帰した。慶長五年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏の傍聴違法に、元政も従い、千三百国の窮地を与えられた。後に、須王国の重要拠点である、山口高根城の不信を命じられ、預けられた。その翌年、着男の啓介に、元政の治療千三百国のうちの千国を、 譲り渡した。残る三百国は、現世の千年以来の、たびたびの振動に報いるため、元生一代に限って、無役とすることを照元から認められた。慶長十八年五月五日、総国山口で死去。着難の慶介が後を継いだ。なお、京都の県任事例下人には、慶長四年作の柳沢原生像の掛け軸。 慶長十六年作の元生の妻の掛け軸が収蔵されている。また、春流寺には現世が混流した、秀吉、吉輝、吉明、慶樹院の供養等が残っている。ありがとうございます。